はい、皆さん、こんにちは。今回はグリーンです。というかですね、えー、ちょっとね、他の動画でも、えー、言ってたんですけども、この半袖をね、あんまり持ってこなかったんですね。私の半袖のシャツだとか T シャツっていうのはほとんどね、今、えー、バンコクの自宅の方にあるんで、今現在のね、ここの、えー、日本の自宅の、えー、こうやって炭水引っ張り出してもね、まあ長袖のね、それこそ Y シャツだとかっていうのはね、 以前仕事で着て,着ていたようなものがですね、いっぱいあるんですけども、半袖がね、ほとんどないんだよね。でもなんか帰ってきたらですね、日本も梅雨でね、まあ、バンコクほどは気温は高くはないんですけども、やっぱりなんかちょっと蒸し暑いねっていう感じで、やっぱり半袖の方がいいなと思うんですけども、ちょっとね、2枚しか持ってきてないということで、この2枚の半袖のシャツをですね、これ着回すしかないかなみたいな感じです。 はい、えー。ということでね、ちょっとね、今回緑を着てるんですけども、この爽やかな緑とはちょっと全然話が違うんですね。というようなことをちょっとね、お話をさせてもらいます。でね、今回の話に関してはですね、えー、そのね、バンコクの自宅を出る前ぐらいからちょっと色々掘っていたような話なんですけどもね、えー。で、まぁ、あ、ちょっとね、日本に帰ってきて、ちょっとまとめて皆さんにお伝えしようかなっていう感じです。というのも、えー、サムネイルにちょっと書いておきましたように、 え、何ヨーロッパ訪問で、えー、2億円みたいなね、えー。そんな話で、話というのは、えー、もう約30、約っていうか、ちょうど30年前ですね。1993年、えー、9月に、えー、今現在の上皇ご夫妻がヨーロッパの3カ国を訪問されました。皆さんもまだね、えー、ていうかまあ30年前なんで、ちょっと記憶がね、えー、というような感じではあると思いますけども、まあその時のね、 えー、実際の、それこそご衣装代だとかね、実際にいくらかかったんですかこれね、えー、3カ国、確か17都市ぐらいを、えー、訪問されたような上皇ご夫妻だったんですけども、果たしてね、ご衣装代でいくらかかったの、えー、全部でね、旅費としていくらかかったのっていうようなことで、ちょうどですね、このね、30年前の週刊新潮が曝露記事を出していたんですね。で、最近この特にね、みてこ様に関しては、まあね、 いろんなね、話が出ておりますよね。という中で、えー、結構ね、いろいろ、えーまあ、話が出ちゃってるというかですね、まあ批判も出ているようなみてこさまに関してのお話ですので、まあこのね、掘ったような30年前の話ですけども、ああ、やっぱりね、みたいなね、えー、話なんで皆さんにもちょっと情報共有ということで、まあこんな感じなんですね、ということですね。<laughs> すいません。 はい。でですね、今ご覧になっていただいている通り、これね、えー、1993年9月、えー、9日号の週刊新潮ということで、本当に、ね、ちょうど30年前、えー、なんですね。でですね、あのー、 まあ、このね、新潮の記事とともにですね、ちょっといろいろあのウェブ上をググっていったら、当時のね、NHK の動画のアーカイブも残っておりました。これはね、私のこの動画の概要欄に貼っときますけども、えー、この NHK のアーカイブにおいては、えー、具体的なね、えー、各都市を訪問された時の、特にね、このみてこ様にとってはですね、非常にあで、えー、やかというか派手なね、えー、ご遺書の中で当時、これどこだっけな えー、最初、イタリアかなイタリアかどっかでですね、えー、実際にピアノもね、演奏されてましたというような動画もありましたので、こちらに関しては、ぜひね、後で私のこの動画の後でご覧になっていただければなっていう感じです。で、今ご覧になっていただいているのは、えー、この30年前の新著の記事で、特にね、注目すべき、えー、注すべきね、点においては赤いカッコで、えー、しときましたっていう感じなんですけど、 ちょっとその分ね、記事抜粋して読んでいきます。で天皇皇后両陛下は9月3日からイタリア、ベルギー、ドイツを公式訪問されるがって、まあこれちょうどね、訪問される前のね、時に実際には記事として出てる話ですので、その経費がなんと約2億円にも上るというっていう,ような話なわけですよ、えー。しかもこの中に飛行機代は含まれていない、今回使用されるのは政府専用機で、その経費8000万円は 別途防衛、当時のね、防衛庁の予算から支出されるのである。といったような驚きの金額が暴露されていたわけです。いやー、これね、2週間弱の旅行だったわけですよ。それでね、<laughs> まあ、三カ国17都市をね、巡ったということで、2億円プラス政府専用機の費用8000万、要は全部でね、約3億円近くかかっているっていう話ですよ。2週間で3億円、1日いくらなんだろうみたいな話ですよね。 まあで、そういったような話が出ていてですね、ちょっと次の段なんかにも、ちょっとね、驚愕の事実というかですね、まあいろんなことでこんだけかかってるだとかね、えー、そのね、34人全員がそれだけでですね、ホテル代でいくらとかいろいろ書いてあるんですけども、その中でやっぱり一番目立ったのは、このね、次の段落にあるご衣装代ですよ。ね、で、両陛下が現地でお召しになると、なる、 ご服,ね、服装のえ身長代になんとなんと3,500万円といった具合です。いやはや、衣装代だけで1カ国につき1,000万円以上もかかるといったようなね、驚愕の事実じゃありませんけど、すごいわね。一つの国を訪問するので1,000万円の衣装を新調したというような話です。はい。<laughs> まあそういうことなんでちょっとね、まあやっぱり呆れちゃいますけどね。という中でちょっと次の段落でね。 えー、特にこの衣装に関して書いてあるわけですよ。まあ、このね、最初に書いてある通り、結局ですね、えー、陛下、まあ、まあ、今現在のね、上皇陛下に関しては、えー、まあ、数着なんだけども、えー、このね、皇后陛下、当時の皇后陛下、見て子様に関しては、20着以上を新調されることになると。すごいわね。 だってですね、あのー、これね、2週間弱、いや確か14日15日の旅行だったわけですよ。で、20着以上新調されるっていうことになると、1日1着以上だよね。もう着替えるのが1日1着以上と、毎日同じ、毎日違ったものを着て、なおかつですね、1日、もうその日のうちにもう着替えるみたいなね、そういったようなペースでの、えー、まあ、ご衣装をですね、用意したっていう話ですね。で、トータルで、 参加、えー、国で、えー、17都市で、えー、2週間弱で3500万円をお使いになったと。衣装代だけでね。という話ですよ。で、その、それ以外のね、それ以外にもですね、例えば増資品にかかる費用として、えー、例えばですけども、まあ、手土産ということで、えー、国家元首の方だとか閣僚クラス、まあ、あるいはホテルの支配人、空港長、警察署長まで150人以上の関係者に品物をお送りになったと。 いうようなことで、えー、それこそですね、国家原始クラスの人においてはですね、九谷焼等のですね、非常に日本独自の美術品ね、金額の美術品をお送りになったとかですね、えー、その方、その他の方々には、菊の五文入りの、えー、花瓶だとか食器などを用意して、なんとなんと総額が5500万円というのだから驚きである。本当驚きだよね。っていう感じですよね。まあ、そういったようなね、まあ、 まあこれなおかつね、今現在じゃないからね、30年前だからね、30年前のは物価だとかね、そういったようなことから考えても、まあ日本物価上がってませんけどね、といったようなことに考えると、まあ今現在の金額に直したら、みたいな話にもなってくるわけですけども、まあ本当にね、3億円ぐらいのお金を使ってるわけですよ。まさに驚きといったような感じですけどね。で、こういったような方、ね、こういったようなことに関してですね、 まあ、この方はね、皆さんもね、えー、よくご存知なんじゃないかなっていう気はいたしますけどね。まあ、もしご存知でない方がおられましたら、ぜひね、この機会においてもね、えー、覚えて、えー、おいてもよろしいのではないかと思いますけども、まあ、当時のですね、えー、それこそね、今現在の金城陛下のですね、教育係としてね、まだ金城陛下が、えー、まだ幼少時期においてはですね、えー、教育係としてお勤めになられていた、えー、あれですよ、浜尾稔さん。 まあ元のね、えー、東宮侍従長をお勤めになったようなこの浜尾さんに関してはですね、まあこの浜尾さんに関してはね、特にこのみて子様に関してはえ、辛口発言というようなことも結構ありましたよね。まあ浜尾さんの発言もちょっといろんな、ね、発言があったので、え別にそのみて子様の辛口一方方,一方方向だというわけではありませんけども、まあただね、特にこのみて子様のえ件に関しては結構いろんな話をしていて、 で、えー、なんかね、後から言われていたこの、浜尾さんはね、えー、実際に、これいつでしたかねちょっとすいません。調べてなかったけど、2006年とか7年ぐらい、今からそれこそ十何年前15、6年前ぐらいですかね。16年、16年、17年ぐらい前に、確かね、お亡くなりになっておりますけども、そのお亡くなりになった浜尾さんの葬儀に関しては、この、見てこさん出席してないよね。出席確か拒否してますよね。 もうこれちょっと私もね、あの、ウろボえの記憶で言ってますけどね。で、確かね、この時の、えー、浜尾さんの葬儀の時にも、この恩人で、特にこの金城陛下においてはね、もしくは A の名殿下においてもね、えー、実際恩人であったこの浜尾稔さんの葬儀に関しても、みて子さんが、特に金城陛下をね、出席させなかったみたいなね、そういったような話もね、当時出ておりましたよね。まあそういったような方だよね。 まあその浜尾さんに関して、えー、この清張の記事を通してこんなことを言われていたというような話ですけどまあ、ズバズバと言ってますね、えー、何も見すぼらしい格好で言ってくださいというわけではありませんとただし国内で着ていらっしゃる服で十分ですよとかね質素を胸とする皇室の伝統はどうなっているのかと問い返したい気持ちにもなりますねと。 言いたくはないが、すべて元はといえば税金なのだというようなことをズバズバというふうにおっしゃっていたわけです。この浜尾さんというと、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけれども、まあ、当時のこの昭和天皇からのね、ご信頼も非常に厚かったような方ですよね。まあ、こういったようなことをズバズバね、まあ、言われるというようなこともあって、えー、昭和天皇からもね、信頼が厚かったというようなことだと思いますけれども、まあ、あの、 元ね、えー、その理長だった、東宮理事長だった浜尾さんもこんなようなことを言われていたというようなことが、えー、この新潮の記事の中で暴露されていましたというようなことです。はい、えー、ということでね、今回ね、まあちょっとね、わざわざこの30年前のね、えー、記事をね、ちょっとね、掘っていたもんですから引っ張り出してきたわけです。よくこの記事あったな、みたいな感じなんですけどね。えー、ような話ですね。 まあちょっとね、記事自体が30年前ですので、まあこの記事を当時ご覧になった方ももう完全にね、お忘れになったんじゃないかなというようなことで、ちょっと紹介をさせてもらいました。でですね、まあ記事の内容としてはこんな感じなんですけども、皆さんどうでしょうかっていう感じですね。まあ今回は、えー、このね、浜尾さんの話だとか、当時のこのみてこさまのね、なんとなんと3500万円の衣装代を使ったっていうような話ではあるんですけども、ちょっとね、この話とは別の話として、 やっぱりね、先日の、えー、イギリスのね、戴冠式の話。もう戴冠式の話はいいでしょうケイちゃんという方もいっぱいおられると思うんですけども。でもね、あの、皆さん思い出してくださいっていう感じなんだけど、あの、例のですね、テレ東ービーズが暴露したようなね、あの、インタビューの動画とかあったじゃないですか。あの動画に関してもね、テレ東ービーズのアナウンサーがなんとなくしれっとね、 なんかね、まあ、柔らかい口調でしれっと暴露しておりましたけども、あの天皇皇后両陛下がエリザベス女王の国葬式に、えーまあ、実際にご参列された時にはですね、その時のホテルの宿泊代は、えー、それこそですね、お月の方も含めて他のね、天皇皇后両陛下とその側近の方以外の人に関しては別のホテルに泊まってもらって、全部でね、宿泊費が1200万円ぐらいだった。 にもかかわらずですね、そのヌフィやご夫妻が、えー、その戴冠式に訪れた時にはですね、その、それこそ KNH の,の職員から全員含めてですね、あのね、 えなんだっけクラリッジスでしたっけね。あのー、えー、まあ、ロンドンの VIP のね、御用達のもう超高級ホテルですよ。1泊何十万円もね、普通に泊まっても1泊何十万円というようなところにね、えー、全員が、それこそ経営の職員も全員ね、お泊まりになって泊まれてですね、それで何マックスで考えたら、えー、その宿泊費だけでね、6000万円くらいかかっていたかもしれないってね。最低でも3000、数百万。で、マックスだとすると、まあ、6000万円くらいも考えたら、 考えられたたたよよううな宿泊だっ,たっていうこといこをテレ東ビーズが暴露ししておりましたよね私も動画で上げさせてもらいましたけども要はさっき言ったようにその天皇皇后両陛下がねイギリスにお越しになった時のマックスで考えれば5倍5倍ですよ5倍の金額をかけていたかもしれないというような話ね。 で、えー、こういったような話もね、もうつい直近で言うとあるわけですよね。で、この A ヌ宮殿下のなさり、まあ A ヌ宮家のなさりようを考えるとね、今回ちょっと紹介させてもらった30年前の記事ありませんけども、なんかやっぱりね、その見てこ様のね、こ <laughs> と、伝統じゃありませんけど、見てこ様のやりようというかね、それをそのまま引き継がれているようなというようなことがよーくわかるようなね、えー、今回のこの30年前の記事だし、 直近で起ここっったよよううな、なあの体感式のの式ね、ね。ホテル代の話だなっていうこといいをやっぱり考えちゃいますよ、ね、私なんかはすぐにえこのみてこ様のね30年前の新著の記事を読んだ時にすぐにその戴冠式のホテル代を思い出しちゃいましたよっていう感じです。まあといったようなことですよね。まあちょっと今回もねいろいろね話をさせてもらいましたけどもいずれにしてもね まあちょっとね、貴重というかですね、この30年前のもうなんかね、皆さんね、さっきね、こちらでお見せしたように、もうなんかね、焼けちゃってるような <laughs>、えー、記事でしたけど、ちょっと見にくいかなというふうに思いますけど、まあちょっとね、目を凝らせば、えー、他のね、私が今回説明をした以外でも見れると思いますので、えー、細かい点に関してはぜひまた読んでみてくださいっていう感じです。はい、皆さんまたどのように思いますかね。さっき言いましたようにね、冒頭で言ったように、もう、ね、爽やかなグリーンの話じゃないけどね、 すいませんっていう感じです。今回もありがとうございました。ではね、バイバイ。